カイオロソードをやったね、あのユーザーの人がね、あのゲームってこう拠点がこう限られている領域にこう上からこうね、なんか飛んで降りるんですけど、実はその領域と領域の間のつながってる部分に本当は僕は行きたかったのにそこに行けなかったっていうのね、すごく残念に思ってて、やっぱりゼルダってすごく探求心を持ってそのゲームをこう遊ぶ人たちが多いん でそうなってくると、そういう隠されてるところを一生懸命探そうとするんですよね。でそういうのを楽しめるゲームを作んないとやっぱりダメだろうっていうことで、今回はオープンワールドにしたんですよね。オープンエアのコンセプトっていうのは、実は僕は風のタクトの時にもうすでにやっていて、あの時は広い海の世界で、まあそこを船でこう移動して島々にこう行くっていう、あれもまあずっとこう行きたいところまでずっと行けるので、あれもオープンエアっていうふうに言えるとは思うんですけど、やっぱり島がそんなに出せなくてね、当時 のハードでは。でそれをいつかはやりたいって、もう自由に行ける広い世界を作ってみたいとは思ってたんですけど、それやっちゃうと本当に人もね、時間もすごくかかってしまうので、なかなか踏ん切りがつかない。でどうしようかなってなってたんですけど、今回本当にスタッフに恵まれて、そういうものをやっていこうっていうことを念入りにこう考えてってくれる人たちがたくさんいたので、今回ならできるだろうっていうことでやることにしましたね。開発の当初からゼルダの当たり前を見直すというものがテーマにありましたので、まあ、広い世界で冒険しようと、並行して、まあ、原点回帰というテーマもありまして、でじゃあ原点回帰って何だろうかって思った時に、ファミコン時代の、最初のゼルダを、思い浮かべると。でじゃあ最初のファミコン時代のゼルダっていうのは、すごく広いところを自由に探索して発見したりとかしてるよね。じゃあそれってやっぱり今のこの時代に作ってみたらさらに面白いものになるんじゃないかっていうところで、オープンエアっていうもので、ゲームを落として作っていこうかっていうことになりましたね。一番冒頭の頃にサイズを決めようとした時に、どれぐらいが一番遊びやすいかっていうことをまずは考えたと。でその時に自分にとって一番分かりやすい距離感が示せるものって何かなと考えた時に、実は京都のサイズだったと。でその京都というのは、その任天堂は京都に実はあるんですが、僕も京都の出身 でずっと生まれ育ってる場所なので、京都のサイズ感、東西南北がどれぐらいで、もしその時そこを歩いてみた時にどれぐらい疲れてどれぐらいの時間がかかるかなとか、馬で走った時にどれぐらいの速度で行けるんだろうかっていうのを考える上で、実は京都の地形っていうのを当てはめて考えるっていうのはすごく分かりやすかったんですね。で結果として、最終トワイライトの12倍ぐらいになっていたということなので、特に歴代のゼルダっていうものを、参考にして大きさを決めたというよりは、実際やっぱり自分の感覚でどれぐらいが一番遊びよいかなっていうのを決めていったっていうところですね。料理をさせるというアイディアは、以前からゼルダを作るっていう前からやってみたいなと思っていることの一つだったんですね。ゼルダの当たり前を見直そうとした時に、ハートも出さないでおきましょう。じゃあその代わりにどうするのって言った時に、フィールド上にいる動物を狩れる、でそれを、狩った後の食材をどうするんですかっていうと、まあ当然料理ですよねって話になってきて、じゃあその料理で、すごくユニークなものができていったりとかしたりとか、その効能を自分で考えて、これを入れてみたらどんな料理になるんだろうか、で おいしそうな、料理ができた時にすごく嬉しいだろうなっていうところが、すごく楽しそうだよねっていうところから、まあ料理っていうのを入れようかっていうふうになりました。物理エンジンと戦闘のシステムというところで、今回の戦闘は例えば今までだとその剣とか弓とかアイテムを使って、で目の前を敵を倒していくっていうのが、まあ基本的なそのいわゆる戦闘だったんですけども、今回はまあ例えば大きな岩があるからそれを上から転がして敵を潰すとか、まあ、坂の下にいる敵に向かって爆弾を転がしてみるとか、まあ、今までにないようなその戦闘の幅っていうのが、その物理と戦闘っていうのを組み合わせることで実現できています。ユーザーがそういうシチュエーションを見つけて自分に有利になるようにその戦闘を進めていくっていうことが、まあ、今回のその遊びの特徴なんじゃないかということで、そのまあ多少ずるいっていうような戦い方とか、まあ勝ち方ができてしまっても、そのずるいっていうような勝ち方を見つけることが楽しければ、それは
ユーザーにとっては楽しい体験になるので、それは OK としようという形で、まあ、戦闘を整えていった。まあ、今回の戦闘ではその必殺技、プレイヤーの必殺技をたくさん作って、用意して作っていくのではなくて、ユーザーが自分なりの戦い方っていうのをいろんな創意工夫しながら作れるっていうところに、戦闘の面白さというか奥深さがあるんじゃないかなと思います。今作は、まあ、ピアノがメインの、まあ、BGM になっていて、その他は結構もう環境音をもと引き立たせようというようなサウンドになっていて、 BGM をこう盛り上げるというよりかは、実際にそこにある、地形であるとか景色であるとかっていうところの、そのままを伝えられるような環境音っていうのが一番合うんだろうなと思っていて、そこはもう加入当初から、考えていたところなんですけれども、ピアノにするっていうところが結構ちょっとまあ悩んだところで、今まで使ったことないっていうところがキーワードになるかなと思ってたんですけど、ピアノっていうのは結構意外とゼルダシリーズでは使われてなくて、メインとしては今回まあそういうチャレンジを一遍してみようということで、まあ、ピアノサウンドを採用するということにして、今作はもうそもそもが曲の作りもガラッと変わっているんで、多少その昔ながらのメロディーが入ってたところで、その新しさ斬新さみたいなのは全然失われることがないので、非常に使いやすかったんですね。なので結構今作はそういうメロディーを入れたと思ってます。で、実際にその集計したんですけど、実は監修の都合がありまして確認したんですが、全曲の4分の1ぐらい昔のゼルダのいずれかの作品のメロディーを使っていまして、結構やっぱり改めて見るとすごいなって、みんなでコンポーザーみんなでそういう話をしてましたね。足音も非常にこだわってまして、足音ってやっぱりずっと鳴り続けるものなので、そういう意味では自然を表現する一部と言っても、まあ、過言ではないと思うんですけれども、そういったところで実際にホーリー収録をして足音を作っています。まあ、汚い話になりますけれども、ボコブリンが鼻をほじる音があるんですけれども、まああれあんなにね音鳴るものじゃないんですけれども、あれはどうやって撮ってるかというと、濡れた雑巾に指を突っ込んでぐちゅ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 ってやって音を撮っています。街の曲ってあんまりこうじっくり聴かないと分かんないかもしれないですけれども、まあ、今作時間が流れているので、まあ、昼の様子、夜の様子、まあ、景色的にもどんどん環境が変わっていくので雰囲気も変わるわけですけれども、曲も実は昼と夜とで変わっているんですが、それが前ぐらいにこうだん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 テンポが遅くなって、楽器が少なくなっていくっていう、夜に向けてはそうなりますし、朝に向けてはだんだんテンポが速くなっていて、楽器がちょっとずつ追加されていってっていうようなところの表現が結構まあ大変、データ的な仕組みも結構大変だったんですけれども、そういうのは苦労したところですね。オープンエアの その広大な世界を作るって、やっぱり人がたくさんねいないとできないことですよね。だから誰が何をやってどんなものをその世界に作ってるのかっていうのは本当に遊んでみないとわからないっていうことで、今回はねゲームをこう作りながら要所要所でそこまでできてきたものを全員で遊ぶっていうね、自分たちが作ってきたものが一体何なのかっていうのをそこでちゃんと確かめるっていうことね。ただやっぱり期間区切られてる決められてる中でそういう遊ぶ時間って、例えば1週間ぐらい平気でみんなでこう遊んだりするわけで、そんなの入れてたら大変なんですけど、でも基本的にそういうものを入れたことによって全体的なスケジュールは逆に短くて済んだっていう部分もあって、と言いながらちょっと最初にねスケジュールの見方をちょっと誤って皆さんに演技してくださいなんてお願いをしちゃいましたけど、でも全体としてはちゃんとしっかりしたものができてて、どん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 毎回そのみんなで確認し合うことで良くなってるっていう手応えはね確認できたので、そういうやり方っていうのはとっても良かったかなと思ってますね。
ゼルダってやっぱり遊びがあって初めてそのストーリーが決まっていくみたいな部分があって、で今回はその広大なオープンワールドでその自由に動けてしまうわけで、そうするとまあ時系列でこう進むようなストーリーってじゃあどこからこうアプローチされるかわからないっていうところでね、なかなか難しい問題があったわけですけど、まあ一ついいアイデアがあって、それのもとでそういうストーリーをちゃんと流すことができたっていう、そのあたりも全部構成はスタッフが考えてくれて、僕は今回はとてもその辺がうまくいったんじゃないかなと思ってますね。こうしたいっていうストーリー決めすぎるとやっぱり遊びがダメになっちゃうんですよ。それに引っ張られてやりたい遊びができなくなっちゃうっていうところがあるので、まあもちろんゼルダも伝説ですからゼルダっていうゼルダ姫とね、それからリンクと あと敵ね、ガノンだったり、まあ毎回ちょっと変わったりもしますけど、その三角関係みたいなものがそこにあって、その人たちをその3人を囲むね、その他の登場人物との絡みがあるっていう、そういう構成はねやっぱり大体決めますし、そういう形では進めますけど、最初はね本当にざっくりですね、やっていくうちにどんどんそこがこう決まっていくっていう、そういう流れですよね。ゼルダ、リンク、ガノン3体ともそれぞれ別のアプローチですね。でリンクはじゃあ主人公なんだから今回どういった、性格であればいいのかっていうところの、まあ、キャプションから入ってる部分も大きくて、でそこからデザインに落とされていく。で、ガノンの方は、とにかくまずはゲームとして最終の、ボスとしてどうあるべきかっていうゲームのロジックをまず作ってデザイナーに相談して、でじゃあそれを満たすものっていうのはこうだよね、サイズはこうでこういうデザインで、で世界観的にはこういった素材感といいますか、見た目の、をしてないとダメだよねっていうところからおのずと決まっていく。でゼルダの場合っていうのが実は少し特殊で、お話というよりは2つのロジックから作られていて、で1つは、まあ、プランナーが考える部分で、そのゼルダがどういう人であればどういう立ち位置の人であれば助けに行きたくなるのかっていう、じゃあゲームとして、どんな設定であればいいのかっていうことを考えていくんですが、また一方そのデザイナーの考えるそのキャラクターの作り方っていうのは全くプランナーの考えていることとは逆というか違うんですね。でそれは何かっていうと、じゃあパッと見た時のデザインであったりとか、その絵から受けるグッとくるデザイン、それを最初、まあ、プランナーとしてはよく理解できなかった部分があると。でよくよく話をすり合わせていくことによって、あなるほど、その魅力、キャラクターの魅力っていうものはとにかくロジックっていうのも重要だけれども、その、ゼルダっていうものを見たときにすごくユーザーがその魅力的に感じるっていうところっていうのの2つが融合しないとやっぱりいいものできないんだろうなっていうところを考えて、まあ徐々にそういうところでいろんなその必要とおぼしきゼルダというものの要素っていうのをデザイナーとかプランナーが出し合って、で最もぴったりくるデザインっていうものがシナリオっていうところに落ちていった結果今のデザインになってるっていう流れがあります。まず基本的には、プランであったり、ストーリー、カットシーン、そういったところでこういうキャラクターが必要ですってものに対してデザイナーが、検討を始めるっていう形で作られます。で基本的にはそういう機能から のオファーがあって作っていくんですが、最終的にそのどういうデザインにしましょうかっていうところの決定権については、まあ、ほとんどアートディレクターである僕の方に任せてもらっているような状態でした。ただ、やはり主要なキャラクターですね、まあ、もちろんリンクをはじめ、ゼルダであったり、まあ、準主役級の人、キャラクターっていうのも何名も出てくるんですけど、そういうキャラクターについては、藤林さんや青沼さんにもちゃんと承認を取って、やってもらうっていう形になっています。ほとんどの場合はOK ですよっていう形で、承認をいただくんですが、たまにこれだけは変えてくれっていうのがあるんですね。で、一つ、まあ、分かるか分からないかちょっとあれなんですけど、例えば、1月に公開されたトレーラーの中でも、出てたキャラクターなんですけど、その人は青沼さんの一言で、色が完全に違う色に全身変えられました。機能的な面でのリクエストだったので、特に喧嘩したとかそういうことはないんですけど、そんな例もあったりします。それとですね、リンクとゼルダについては、宮本さんにも最終承認をしていただいています。はい、
あのね、ガーディアンは実は最初に僕がたまたまスタッフに一番最初 のゼルダの伝説を僕が遊んだ時に、オクタロックって実はすごい大きな敵のような気がしてたって話をして、しかもすごい動きがもうなんか トリッキーで、もうあの敵嫌だったんだよねって、それをそのイメージでちょっと敵作ってみないかって話をして、でガーディアンというのが出てきたんですけど、あんなビーム打ったりするような敵になるとは思ってなかったんで、まあ、たまたまそんなきっかけで生まれた敵だったんですけど、本当にその後までね、なんかこのタイトルを代表するような敵になりましたよね。ゼルダの敵ってね、リンクがいて、で敵がいるっていう、で最初からたくさん作るんじゃなくて、まず一体の敵との戦いをね最初に作って、それが面白ければその派生をまたどんどん作ってね、たくさんの種類を作ってるわけですけど、今回ボコブリンっていうね敵がいるんですけどね、このボコブリンっていうのがなかなかすごく細かな言葉でプログラムされていて、よう観察してると本当にね変なこといっぱいやってるんですよね。これがねなかなかいい感じにできてて、でそういうの見てるとね、なんかやっぱ可愛らしい感じもするんですよね。そうするとこの敵ってもしかしたら最初は悪いやつじゃなくて、なんかして悪くなっちゃったんじゃないかなとか、いろんなことをそのキャラクターからね想像できるような、そういう動きをしてたりするので、そういうところでこうなんだろう、想像してほしいというか、この敵はなぜこういう敵になってしまったんだろうかみたいな。で作ってる側もね、多分なんかそんなことを意識して作ってるところがあると思うんですよね。ボコブリンって仲間を呼ぶために角笛を吹くと思うんですけれども、角笛の音をどうしようかなと思っていて、まあ普通の音楽で使うような楽器、例えばホルンとかを、まあ、使ったらいいかなと思って、まあ、最初は本当にそれでやってたんですけれども、あるまあプログラマーの一人が、実際に僕角笛持ってるよっていうふうに言ってきて、持ってきてもらったんですけど、本当にもう、まあ、これぐらいの、まあ、そんなに大きくないものなんですけど、それを、まあ、吹いたらすごくいい音が出て、でもそれを採用するっていうことにしました。実際アイディアとして出ていて、開発の上で、詰めていく上でなくなっていったキャラクターっていうのもいました。例えば小人っていうのがアイディアとしてはあって、で今 3D のゲームなので、まあ、小さい街があったりして、リンク自身が小さくなったりしたらどうだろうなというようなアイディアもあって、いや至る所にそういう小さい、キャラクターがいたらすごく楽しいんじゃないかなと思ってたんですけれども、やっぱりそれも、他のキャラクターがすごく立っている中で、小人だけっていうとどうしても少しそのキャラクターだと、ゲームの中で、生きていく幅っていうのが少し少ないなっていうことが分かってきたので、まあ、ちょっと遊びとしてはすごくやりたかったんですが、泣く泣くカットになった種族だったりしますね。一番苦労したキャラクターなんですけども、ですね、ダントツでゼルダ姫ですね。まあ、理由というか、まあ、当たり前のことなんですけれども、まあ、ヒロインですので、まあ、最後まで仕草であるとか照明だとか、そのちょっとしたこうまつげの調子とか、そういうものを本当に最後の最後までずっと、もうこっちの方が可愛い、こっちの方が可愛いっていうのを最後まで本当にやってたんですね。ですので一番思い入れがある、一番苦労したキャラクターというのはもうダントツでゼルダ姫なのかなと思います。まあ私の観点から見てなんですが、すごくいいところに落ちてると思うんですね。ゼルダ姫の立ち位置っていうのが、触れ幅が結構あると思うんです。すごくリンクと仲良くする、まあ、イチャイチャするみたいなところとか、いやもう騎士と姫様の関係なんだみたいなところが、まあ、例えばトワプリとかだったらそうでしたし、スカイウォードソードだったら結構もう恋人になっちゃうんじゃないかぐらいな関係性だったと思うんですけど、それがすごいいいところに個人的には落ちていると思っています。なので一番人気が出るんじゃないかなっていうのを期待してます。はい、
おい、ああおう、Hallo, Follower, Subscribe. So, dann hoffen wir mal, dass es wieder zum Regnen anfängt. Weil ich probiere das jetzt mittlerweile schon zum vierten Mal. Und immer wieder geht mir die Fackel aus. Sonst muss ich mir eine andere Taktik überlegen. Aber ich bin davon ausgegangen, dass ich einfach unlucky war. Ist die Qualität vom Bild in Ordnung und hört man mich gut? Ich habe nämlich sehr selten Zuschauer und habe keine Ahnung, ob das passt. Ich spüre einfach immer so vor mich hin und lasse den Stream so nebenbei laufen.
Ähnlich, sehr gut. Das Hateno-Institut wurde als Teleportziel aktiviert. Abend, vielen Dank, Link. Guck doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert es nun einmal. Ihihi, mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forscherblut in Wallung. So, die Basismodule deines Schickesteins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los dann, ruf mal ganz laut Kachika. Komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Kachika! Ja, so muss ich das anhören. Durst. Alles klärchen, die Reparatur des Schickesteins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Schickerstein erkannt. Fotomodul Hyrule Handbuch Album fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Erstell ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommene Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wirst du automatisch einen Eintrag im Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Wow. Reparaturvorgang abgeschlossen. Und fertig, na, ist wieder alles aktiv. Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule, Handbuch, Album, yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Wird erledigt. Zoomen, Selbstporträt beenden, aufnehmen. Chica! Und wie läuft es mit dem Fotomodul? Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Oh, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Wer ist denn diese reizende junge Dame?
Ach, ich bin das. Tut mir leid, ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Nanu, neben dem Foto dieses hinreißenden Mädchens sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Ach, ich vergaß, du hast ja das Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerungen wiederzuerlangen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Bitte, wo du schon dabei bist. Bring mir antike Materialien. Gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder zu Robello vom Akal-Institut bringen könntest, wirst du mich richtig glücklich machen. Deine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die antiken Materialien noch etwas Feines. Dann los. Gut, dann. Ich werde da im Dorf noch ein paar Quests machen. Und dann noch haue ich mich zur Impa. Geht Ausdauer geht ab. Landen, landen, landen. Sehr gut. Ja. Was machst du hier? Schau nicht so unschuldig. Kojin. Du siehst allerdings nicht so aus, als hättest du was damit zu tun. Am Athena-Strand treibt sich Monster herum. Treiben sich Monster herum. Die meine Schafe stehlen, deswegen stehe ich etwas neben mir. Wenn das so weitergeht mit meinem Schafen, dann. Schabernack mit Schaf. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Klettern. Ups, das war zu weit. Das war zu weit. Übernachtungen, sehr gut. Farewell. Du läufst aber noch spät herum. Wann immer du ein Päuschen brauchst, das Sahil in Athena ist für dich da.
Wenn du übernachten möchtest, sprich mit der Kollegin an. Am Empfang. Steht hier. Gasthaus Sahil. Primella, guten Abend. Willkommen im Gasthaus Sahil. Das normale Bett kostet 20, das Luxusbett kostet 40. Gönnen wir uns mal ein Luxusbett. Servo, Luxusbett, eine Übernachtung, eine Person. Eine Frage noch, wann möchten Sie geweckt werden? Morgens. Ich schwick. Sehr wohl. Dann wünsche ich Ihnen bis dahin einen erholsamen Schlaf. Guten Morgen. Möchten Sie bereits aufbrechen? Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Schauen wir uns ein bisschen um. Mansa, du bist du auf Reisen? Hast du im Gasthaus Sahil übernachtet? Ja. Na, kann mir ja eigentlich egal sein, aber du hast doch nicht etwa vor, hier in Hattin zu bleiben, oder? Nee. Hatte ich nicht vor, dachte ich. Uns geht es zwar gut hier, aber da draußen wird es immer schlimmer, was man so hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich an Fräulein Primella, ich meine, ich stehe hier wach und stelle sicher, dass keine Fremden den Frieden in unserem Dorf stören. Harte Arbeit. Ja, das ist schwieriger, als es aussieht. Viel wichtiger, hast du Fräulein Primella schon getroffen? Nicht, dass es mich interessiert, aber wenn du sie triffst, halt dich mit deinem jugendlichen Charme etwas zurück, ja? Ah. Ach, wenn nur nicht alles so schwierig wäre, was soll ich dir bloß schenken? Ach ja, sag mal, welche Geschenke könnte Fräulein Primella vom Gastersel wohl gefallen? So, kurze Lesepause. Schaut eh wieder keiner zu. Ah, chilling. Ah.
Thank you.
Kong. Oh.
Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Ah.
Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Yeah.
Thank you.
Halt, halt! Ha!